どうもウィリアム・テムソンです。今回もですね、時計の話なんだけど、まあ、今回は軽く、まあ、帰ってきたらさ、なんか届いてるんだよ。マサキエさんが前に詐欺靴にあったこの靴がね、入っていた感じの袋、表がちょっとグレーっぽくて裏が黒い、そういうやつが届いたんだよね。全然記憶にねえなって、最近買ってなかったんだよ。一つだけ買ってたんだけど、なんかまだね、配送にもなってないような感じだから、なんだって思って。こんなちっちゃい袋で、これに入ってたんだよ。なんかちょっと振ったら、ブーンって音がしたの。だ、あ、これ機械式時計だなと思って、自動巻きの。買ったやつは確かにそうだったんだよ。でもね、なんか触ってみるとさ、袋の上から、クロノグラフのプッシュボタンがあるんだよ。え、こんなの買ってねえぞって思って、ちょっと触った感じこうやって、革のベルトなんだなと思って、買った覚えがあるのは、金属ベルトなんだよ。だから絶対ちげえよなって、クロノグラフでもないし。なんだろうなと思って開けたわけよ、袋をね。したらさ、これに入ってて。だからもうこの長さがさ、あの袋に入ってるわけだから、こういうことだからね。こんだけ違うから、もうこんなだったわけよ。そりゃこうなるよね。これひどくね？変なになっちゃってんもん、皮が。ありえないよね。うわ、ひでえと思って、これ見てね、あーって思ったのよ。それは昔買って、キャンセルしたやつだった。キャンセルしたのに、なんでかしないけど発送されて届いたっていうね。しかもこれ買ったのが4月19日。今日が5月9日。20日くらいかかってるのかな？忘れるわ、そりゃ。メーカーが一応ね、クローネン&ゾーネっていう、なんかわけわかんないやつです。ランゲ&ゾーネのパクリみたいな。ドイツのらしいんだよ、どうやらね。ただそれ嘘です、絶対。面白いヤフー知恵袋あったんだけど、クローネン&ゾーネが2万円くらいすると。それ買って後悔しないですかっていう質問で、そんな2万円のね、時計なんて、後悔とかそういうものじゃなくて、お遊びで買うもんだっていう人がいっぱいいたんだけど、一人だけね、クローネン&ゾーネって、スペル見ると、クローニン、そうねっていう、そういうメーカーだから、クローニンが買うんだと。買った後に知恵袋を見て、ちょっと面白いなと。それが原因じゃないけど、やっぱやめたんだよ。なんかちげえなと思って。この時計、さっき2万円とか言ったけど、なんと4000円。送料が500円くらい。4500円だよ。5000円いかない。でさ、まあ、よかったら、返品別にしなくていいかなって、返品をキャンセルみたいな。ややこしいけど、すげえわがままだな、みたいな。ちゃんとこのさ、自動巻きのとこにもね、クローネン&ゾーネって書いてあるの。スケルトンの意味なくねみたいな、ダサさがあるんだけど。っていうか、お前さっさとラップを剥がせよって思うじゃん。じゃあね、返品することにした。これよく見てみ。添付があるんだけど、まあ、遅いよね、だいぶ。まあ、それはどうでもいいんだよ。これね、よーく、針を見てください。2時20分くらいは刺してるんだけど、何秒かわかります？わからないじゃん。そう、でも穴開いてんじゃん。あれ？と思って、この6時くらいを、よーく見てください。ほら。今3時、4時か、4時くらいかな。ほら、今度12時の方もあった。これね。秒針が取れてます。コピー品買うとよくね、秒針が取れてるとかいう話聞くんだけど、こんな梱包でさ、暗証材もなしだよ。機械式時計をよくそれで送ろうと思ったよね。絶対クレーム来るじゃん、こんなの。バカだよ。どう考えてもバカ。もう革質とかどうでもいいわ、もう。その時点でダメだわ。まあ、直せる人は簡単に直せるんだけど、だろうけど、こんなね、なんか、溝あるし、パカってやれば、開いてなんかいろいろやってってできるんだろうけど。私はできないですね。まあ、あえてこれ紹介するとしたら、意外とね、よくできてて、パテックフィリップのブランドコンプリケーションそっくりなんだよ。これ2015年って書いてあるのかな？ディセンバーかな？これ。12月？ 2015年12月って書いてあって、こっちはね、チューズデイ。こっちはなんだ？ 12 日を指してるね。意外とさ、複雑機構なんだよ。で、こうやって、プッシュボタンと、あと、なんかこう隠しのね、やつと、普通のプッシュボタン。まあ、ちょっとどれが機能するのかわかんないけど。あ、ディセンバーの月が変わってるね、これ。下はもしかしたら年かな。あ、日付か。じゃあこっち側やってみよっか。上を押してみると。うわ、すっげえ硬い、これ。普通の力じゃ全然変わんない。これ年だね。19、20。てかこれさ、2000、何年まであんの、これ。あ、10年しかない、これ。ちょっと見てて。年のところ。17、18、19、20、21、22、23、24、25。どうなった今？ちょっと私見えないんだけど。あ、26、ちょっと適当に変えていくけど、26までしかない。何これ？しかもね、曜日見てよ、今度。ちょっとここじゃ分かりづらいけど、この辺ね、フライデー今。一回押すよ。フライデーじゃないんだよ、もう。サタデーとフライデーの間なんだよ。どこだよ。何曜日だよ、これ。これひでえな。結構ひでえな、これ。即返品です。は
はい、おまけなんですけれども、こっちが本編として見てください。こちらね、クロネン&ゾーネっていうアマゾンで売られている腕時計で、まあ2万円とか言いつつ4000円プラス送料500円くらいだったんですけど、今見るとね、なんか2500円くらいの 35% オフで3000円で買えるっていう、わけわかんない値段じゃん。でもさ、まあかっこいいっちゃかっこいいんだよ。だから買う人意外といるんじゃないかなってちょっと思うの。私はまあこう返品をしたわけだ。アマゾン返品したことある人だったらわかると思うんだけど、これあのプライムじゃないから、アマゾンの倉庫に送るんじゃなくて、なんか直接出品者の方に送るんだかなんだかそういう感じで、QR コードがまず使えないんだよ。まあ自分でね、手書きとかで書くわけだ。住所。アマゾンの返品画面の指定された住所がどこだったかっていうと、まあこれ詳しくは言わないけど、東京都東村山市なんですね。まあ別にそれはいいじゃん。どこでも。でさ、まあそこに送ったわけよ。ヤマトで。で、次の日にね、電話かかってきたの。ヤマトから。先日、アマゾンの返品をされたと思うんですけれども、そちらの書いてある送り先の住所に問い合わせたところ、アマゾンの返品は受けたまわっておりませんと。なぜなら個人宅だから。だから、簡単に言えば、適当な住所を指定して、それアマゾンの返品先にしてるわけだ。なんならうちに来る可能性もあるわけだよ。わけわかんないじゃん。で、えってなって、私ね、住所の後に、この出品者の名前を書くの忘れちゃったの。で、出品者の名前が、ちょっとよくわかんないけど、オラマサ JP っていうところなのよ。OLAMASA-JP なんですけど、それ書くの忘れたから、それが原因なんじゃないかって言ったんだけど、いや、もうそういうことじゃなくて、受け取り拒否されてますと。もう全く関係ない個人宅だと。言うので、はぁってなって、一週間程度お預かりはできますので、もし、なんか進展がなかったら、もう仕方ないので、その送料を、こっち負担、私負担ですよね。で、お返しすると。やばいでしょ。まあ、いいんだよ。1000円もかかんないから。だけどさ、ゴミじゃん。ゴミに1000円かけたくはないじゃん。返金されるかもちょっとよくわかんない状態で。でも、返品はね、可能になってたんだよ。なのにこんな状態だからさ、え、なんだと思って、で、出品者に連絡をしたの。で、Amazon カスタマーサービスセンターみたいなところはね、もう、出品者とのやりとりだから、介入しないって言われて、出品者と直接やり取りしたんだけどね。その時の文をちょっと紹介します。軽くね。返品を承諾したのに、製品に問題ある場合は、製品の問題を示す写真やビデオを送ってくれと。で、それに応じて、まあ、証拠がない場合、だビデオとかない場合は、部分的な払い戻しすることしかできないと。30% くらいって話で。で、証拠がある場合は、製品を返品しないでくださいって意味わかんないこと言ってんのよ。だから壊れてるビデオを私持ってるから、それがあるから返品するなって。意味わかんないじゃん。で、私はね、そのなんか動画送れなかったから写真で送ったの、あの、6時の位置にあるような。で、まあ、添付に突き刺さってたりして、もう使い物なんねえと。もう怖いじゃん、そんな添付にぶっ刺さっちゃったりしてる時計、なんか信用できないじゃん。で、しかも、返品を受け付けてんのに、なんでそれ、ダメなのって。で、戻したい場合は、なんかもう読めない感じ。中国語の。なんか、レンって読むのかな？ね、ハスみたいなちょっと違うけど、に、ハイフン。で、ひらがなのレンに、漢字の小。で、ひらがなとと。レン、ハイフン。連勝ととっていう名前で送ってくれと。で、住所。日本。郵便番号 509-5127。岐阜。時。時が丘。1-2。岐阜県時市時が丘。1-2。ここね。いや、これ怪しいなと思って。
直感で、ね、ちょっと調べてみたんだよ。したね、トキプレミアムアウトレット。バカかよと思って。んなわけねえだろって。んなわけねえだろと。で、アイテム十分に詰めてくださいって。まあこれ干渉剤のことだと思うんだけど、いや、お前が言うなよって。ふざけんじゃねえぞって。で、私はもうとっくに発送しちゃってんから、もうできないわけよ、そんなの。で、まあ、それを受け取ったら、すぐにあなたに、全額返金すると。で、それか、30% 返金して、返品せずに持ってていいよって。あの、返品したら全額返金される。そういう感じでね、なんか、言ってきたのよ。なさ、言ったの。一言だけ。アウトレットに送ってどうするんですかって。で、もう一回ね、来たのよ。その、同じ、トキアウトレットの、住所が。だから、ね、そこね、日本のアウトレットだよって。ショッピングモールみたいなとこだよって。で、正しいところを送れと。でね、差出人の住所。これ私、証拠の動画ちゃんと撮ってるので、わかるんだよ。開封動画実は撮ってるから、これ。それがね、なんかちょっと読めないんだけど、英語だったんで、チャンピン、チャイナ、ドンガン、ガンダ、523000っていう住所がなってて、一応調べたら、ね、中国郵政貯蓄銀行って、ちょっと読み方わかんないけど、ってとこだったのよ。それだから中国版の、まあ日本郵便みたいな感じなんだと思うんだよ。だから、ね、私言ったのも、ちょっと脅しで。これもうじゃあ公開するわって。もう晒すよと。で、このトゲどうなるかわかるって。言ってやったらわざと。まあそしたら中国に戻さなくても、この日本の住所でパッケージを、まあパッケージ商品を返すことができますって言ってきたのよ。で、私もう怪しすぎると思って、もうしょうがねえから、トキプレミアムアウトレットの方にね、連絡したわけ。もうどうしようもねえと思って。そしたらさ、コールセンターの人が、まあ、その胸離したら、いや、受け付けておりませんと。で、まあ私も、申し訳ないです、こんな変な電話しちゃってって言って。で、そのクローネン&ゾーネっていうブランドも取り扱ってないし、プレミアムアウトレットの返品はできるけど、そのアウトレットの中での返品しかできないから、アマゾンとかの返品は受け付けてませんっていう。で、まあ、その人いい人でさ、まあ、もし、解決しない場合は、アマゾンの方に、直接、アマゾンとのやり取りをするか、それかもう最悪の場合、警察の方に連絡するか、どっちかですよねって言ってくれて、まあ、うまく、返品、返金できることを祈っておりますとか、もうすごいいい人でさ、なんかもう、絶対そんなの、マニュアルにないじゃん。こんなケース。なんかすごいいい感じ。暖かかった、非常に。非常に暖かかったんだけど、トキアウトレットの人、ありがとうございます。見てないと思うけど。いやもうね、カスタマーサービスセンターの人、すごいいい人でした。ちょっと名前忘れちゃいましたけど。で、その助言を、もうそのまま書いたわけよ。正確な住所を提示しないなら、警察に連絡しますよ、と。言ったら、やめてくれ、やめてくれ、みたいな。私たちの売り手口座をひどく傷つけるでしょう、と。なんか言ってきたのよ。まあ、日本語がぐちゃぐちゃだからよくはないんだけど、まあ、意味はわかる、なんとなく。そんでも住所言わねえから、言わないのって。本当に言わないんだねって言ったらさ、その前にも同じケースがあって、返品を受けた時に、トキプレミアムアウトレットの、まあ、トキガオカ 1-2 に返品してくれって住所提示したら、まあ、できたから、今回もそうやってるって言ってんだけど、じゃあなんで東村山に最初なってんだよって話なんだよ。おかしいじゃん、それが。気持ち悪いからさ、さすがに私もね、もう、無視してアマゾンの方に言ったの。直接アマゾンと。そしたらアマゾンがね、返金してくれた。で、いや、返金はいいんだけど、3500円くらいだからさ、最悪失っちゃってもいいとして、送り先はどうすりゃいいのって。こっちが今度さ、加害者みたいになっちゃうじゃん。奪ってるみたいな、略奪行為みたいになっちゃうじゃん、なんかそれ。こっちが詐欺になっちゃうじゃん。どうすんのってなったらさ、なんかもうこの取引は、
終了したものとみなしてくださいって言われました。でまあそのことがね起こる前に、まあ、黒猫ヤマトの方からまた電話あって、あのまあそろそろ期限に迫ってますけどどうなってますかって言われて、いやちょっと申し訳ないんだけどまだなんか正確の住所言ってくれないんですよって、調べたら時が丘時プレミアムアウトレットの住所言ってきてって、でそこのアウトレットの人もこんなの受け付けてないって言って、今ちょっといろいろやり取りしてる途中なんですよって言ったら、あそれでしたらまあこれで土日挟んでしまうので、で、まあ、日曜日だったんだよね、期限が黒猫で保管できる、だからまあ2日間延長しますよって言ってくれて、だからまたご連絡くださいって言ってさ、すげえ優しいんだよ。もうなんかもうさ、いや私は買わなきゃいい話なんだけど、こんなわけわかんないものを優しい人に迷惑かけるって一番心苦しいよね。優しくないやつに迷惑かけてさ、なんか揉めるのも嫌だけど、なんか優しい人にこんなに迷惑かけてさ、なんかもうひどいね、嫌になっちゃうよ本当に。だからね、もうここクローネ&ゾーネとか以前に中華時計のスゲースは結構良かったんだよね。だけどスゲース以外の中華時計はマジで買わない方がいいと思う、本気で。でさ、評判のいい、まあ私スゲース以外はいいなって思った中華時計持ってないけど、まあコピー品のベースを作るでおなじみのなんだっけ テクノスとかいうのとか、あとパガーニデザイン、あと AMG さんが持ってるカセノ、まあ中国時計ではシンガポール時計っていうのもあんけど、その辺はいいのかなと、パガーニデザインとかわかんないけど、まあギリみんな届いてるっぽいし普通に使えてるっぽいから評判見るといいのかなと思うんだけど、他の怪しいすごい安い中華時計、これはねマジで買わない方がいいよ、本当にめんどくさいだけ。もうこんなに安い金額でさ、何熱くなってんだってのはバカバカしくなんかね、自分もで、こうやって人にいっぱい迷惑かけて、見た目に騙されずね、気をつけてくださいね、本当に。以上です。それでは。